どうしてなっているの、どうして迷ってるの、どうして立ち止めるの、ねえ教えて。いつから大人になる、いつまで子供でいるの、どこから走ってきて、ねえどこまで走るの。印象がなかった、見つからなかった、未来には期待できるのか分からずに、いつも強い子だねって言われ続けるな、泣かないでないねって褒められたりしていたよ。そんなことは一つも望んでなかった、だから知らないふりをしていた。どうして笑ってるの、どうして空見るの、どうして離れてくの、ねえ教えて。いつから強くなったの、いつから弱さ感じたの、いつまで待っていれば分かり合える、もう日が変わるね、そろそろ行くのか、いつまでも同じところにはいられない。愛を信じることっていつか裏切られ、晴れつけられることと同じと思っていたよ。そんなことは一つも意味もなかった、きっといろんなこと知りすぎてた。いつも強い子だねって言われ続けてた、泣かないでないでって褒められたりしていたよ。そんな風に周りが言えば言うほどに笑うことさえ苦痛になってた。一人きりで生まれて、一人きりで生きてく、きっと